ちょうど過ぎから車来た。また車ぶつけそうだよな、これじゃあ。あれなんか置いてね。ああまたぶつ。ここが福島県最長の心霊スポット、お化けペンション。ここにいる少年の霊がね、すっごく霊力強いんだって。じゃあ妹ちょっと対決してきて。うん、ちょっと霊能力対決。え？うん、まあ福島のホワイトハウスとも呼ばれる。もうね、2階に行けないんだよ。みんな崩れたかもし。持ってこい。頑張れば登れるっしょ、今と。気がしない。アスレチックと思って。ここ2階まで登ったらバナナ買ってあげるよ。いらない。バナナで釣られたらバナナ好きでしょ。いらねえよ、滑れば。え、いや、いい。うん、ああ懐かしいな、あの暖炉。昔はちゃんとしてたんだけどな、ね、なんかずれちゃって。お、やばい、引っかかった。あーやばい、サイドミラーなくなる。背も強くて、あーやばい、完全にこれじゃバックできねえかや。え、左落ちないよね。右に木があって、うん、まあここまでで大丈夫だ。これ以上下がってもどうせ何もないからな。まあ俺の車で来たからにはこうなるさ。だから俺の車で来たのだ。人の車だったらさ、ドンピーされるからな。別に構わねえって、まあ運転手がそれで構わねえって言うならいいけどさ。何が？木が。うん。
春のね、枯れて乾いてる草ってすっごい傷つくんだよ。夏の青々とした草と違ってね。8月の車検だけさ、それまでにレクサス頼むわ。レクサス、レクサス、また傷ついたらまた新しいの買ってもらう。使い捨て。わかった、じゃあ1、2年乗るからレクサス買って。少年の霊ついてきたかな。夜来るとね、赤い炎が見えるらしいよ。ちょうどそれから車来た。また車ぶつけそうだよな、これ以上。あれ、なんか置いてね。あー、またぶつけ。ここが福島県最長の心霊スポット、お化けペンション。ここにいる、まあ、少年の霊がね、すっごく霊力強いんだって。じゃあ妹ちょっと対決してきて。ちょっと霊能力対決。出てこない。え？出てこない。でもあれだね。夜来たら怖いけど、昼間来たら。福島のホワイトハウスにいるんで、もうね、2階に行けないんで、みんな崩れたから。持ってこい。頑張れば登れるっすよ、妹。アスレチックと思って。2階まで登ったらバナナ買ってあげるよ。いらないバナナで釣られないバナナ好きでしょ。板折ってる。え？スキーの板持って帰れる。いらねえやん。滑るわ。え？いや。懐かしいなあの暖炉。ガチャはちゃんとしてたんだけどな、こんな削れちゃって。お、やばい。あー、やばい。サイドミラーなくなる。あ、いや、完全に、あ、これ以上バックできねえかや。え、左落ちないよね。右に木があって。